Yo. Kiryu. Ito-san. Nanda, ama kino ne henji shinatte. Kyou wa Yoshino no Miyuki no utage datte no ni yo. Oharu no koto kini shiten no ka? Ma, omei-san ga Yagyu kara kaetekita toki ni wa mo inakunatchimasu takara na. あれからずっと探してたのか。ああ。今日の街の隅から隅まで。で、結局いなかったわけか。遥の姿を見たってやつすらいなかった。どこ行ったんだ、遥のやつ。まあ、きっと遥のことだ。 初めてこの町に来た時みたいによ、元気に頑張ってんじゃねえのか。ほら、今夜はとりあえずお春のことを忘れてとことん飲もうぜ。お前と吉野の門出だ。光悦や馴染みの連中が連れ黙ってる。あ、そろそろ行こうぜ、キルよ。おい。ああ。 しかし不思議なもんやね。まさかあの遊び人の旦那が吉野を見受けするなんて。500両なんてお金どうやって稼ぎはった。まあコツコツ貯めただけさ。<笑>旦那って実は真面目なんやな。せやけどこうして吉野の舞を見られるのもこれで最後やね。
これでお春が追ってくれたら一番良かったのにな。なあ、おかみ。ん？あれから遥かの行方は分からないのか。全く分からんわ。まあ、あの子は一度身請けを断ったとはいえ、店がお金を預かった以上自由の身や。うちらも無理に探すことはできへんのや。どうして、どうしてはるかはこの町を出て行ったんだ。なんや、旦那聞いてなかった？ああ。旦那案外鈍感なんやね。え？おはるは旦那が吉野を身請けするって知って身を引いたんや。じゃあはるかは俺と吉野の邪魔になると思ってこの町を出て行ったと。そうや、おはるも一人の女やったちゅうことや。よしの、ほら飲め飲め。よかったよかった。遠跡を抜け出て一人、夕涼みか。幸次郎、久しぶりだな武蔵。お前何をしにここへ？お前に会うためだ。一度こうして差しで話がしたいと思っていた。何を言ってるんだ。まあそう喧嘩腰になるな。今日は俺も丸腰だ。お前と今戦う気はない。話というのは？親父には会ってきたのか？ああ、五年前の真実、お前の正体全て聞いた。そうか。それでお前はどうするんだ？何がだ？俺ともう一度戦いたいと思ってるのか？いずれ時が来れば。だが今は戦う理由がない。ではもし遥かという少女の運命がかかっていたとしたら、お前はどうする？何？遥かだと？そうだ。今彼女は我々の元にいる。天界の指示によってな。何をする気だ？遥かを殺す気なのか？違うんだ。もう彼女は殺されない。その逆だ。どういうことだ？天界は彼女の血筋を利用し新たな計画を考えている。遥かの血筋？天界は結城秀康の血を継ぐあの少女を利用し秀忠様を失脚させる腹積もり。まさか謀反を起こすと？五年前の関ヶ原、天界は俺や丸目、そしてお前を利用し自分に都合の悪い結城秀康を始末した。計画はまんまと成功。秀忠様は将軍となり、参謀役の天海はまだ若かった秀忠様をたぶらかし幕府を意のままに動かした。だが徐々に秀忠様は
兄上の死に疑問を抱くようになっていった。そうか、それで天海は秀忠を切って新たな将軍を据えようとしているのか。だがそのためには大義名分が必要だ。そこで天海は徳川幕府の正統後継者の血筋を求めた。それがあの少女というわけだ。それで遥はお前たちにさらわれたというわけだな。ああ、お前の身が危険だと言ったらすぐに町から飛び出してきた。自分がさらわれるとも知らずにな。手荒な真似はしていない。安心しろ。遥は今どこにいるんだ。長門の国、陸から一里離れた孤島、そこにいる。その島の名は巌流島。我らはそう呼んでいる。巌流島。もしお前があの娘を助け出したいと思うならその島へ来るがよい。では。待て、どうして、どうして俺にそんなことを教えに来たんだ。どうした、黙ってないで答えろ。俺が柳生宗則として生きていくためだ。そのために宮本武蔵、お前を倒す必要があるのだ。俺は柳生家を再び藩として再興させたい。俺が手に入れようとしているのは剣ではなく政治の力だ。知っている。お前はそのために天海の影、佐々木小次郎として生きている。そうだ。だが藩を再興させるためには俺は柳生宗則として鬼にならなければならない。鬼？ああ、本当の俺はまだ鬼になりきれてないのだ。あの遥かという娘に剣を向けた時、俺はそれを悟った。かつて丸目があの娘を取り逃した時も心のどこかでは安心している自分がいた。俺は鬼になりきれてないのだ。どうして、どうしてお前はそこまでして。それが私が自分で決めた生き方だからだ。私は剣聖柳生石秀斎の子として生まれ、剣の道を生きることを宿命づけられてきた。柳生宗則は剣士として育った。そして私は天海と出会い、自ら剣を振るい天海を支えてきた。そして私は見た。天海が己の野望のために鬼と化す様子を。そしていつしか私の心にも野心が生まれ、それが己の野望となった。それが柳生家を藩として復興させることだと。その通り。そのためには天海のように鬼のごとき心を持つ必要がある。自分の野望のためにはたとえどんなことでもやり遂げる鬼の心をな。しかし私も剣士の宿命を持つ身、野望のためとはいえ剣を捨て去ることはできなかった。そのために私はもう一人の自分を作り出した。それが佐々木小次郎。皮肉なものだ。本来は剣士のはずの柳生宗則は政治に野望を抱き、剣士としての生き様は己と違う名に預けてしまったのだからな。だがその名があったからこそ
私は天界の下で剣士として戦うことができた。そうやって自分を保ってきた。だがその生き方は終わらせなくてはならない。つまりお前は宮本武蔵を倒して剣士としての自分を完全に捨てようとしているんだな。そうだ。私は剣士佐々木小次郎としてお前を倒し、剣士としての心を捨てる。そのためにはお前という最強の相手が必要なのだ。なあ小次郎、お前本当は剣士として生きたいんじゃないのか。お前は本心ではもっと剣の道を極めたいと思っているんじゃないのか。お前自身そのことに気づいているからこそ。黙れ。お前に俺の何がわかるというのだ。とにかく私はお前と戦う。お前の戦う理由がたとえあの娘であったとしてもな。宮本武蔵、巌流島でお前を待つ。さらば。Thank you.
おう。Yeah!
お客さん、本当にいいんですかい？何がだ？だってあの島、お上から絶対に近づくなってお触れがあるんですぜ。高い金もらったんで引き受けやしたが、わしはもうなんだか不気味で。いいんだ、進めてくれ。来たか、宮本武蔵。待っていたぞ。あの春香という娘なら、あの中に。心配するな。あの娘は我らの切り札。身の危険はない。俺を倒すことができたら、あの娘を救い出すがよい。何をしている？早く剣を抜け。俺はな、小次郎、遥かのためだけにここに来たわけじゃない。俺たちは今、剣士としてこの島に立っている。それがどうした？
お前は俺と戦い、佐々木小次郎という剣士としてのケリをつけたいと言ったな。そうだ。俺も自分の人生にケリをつけるつもりで来た。俺はお前を倒し、宮本武蔵という剣士の人生を終える。何？そして桐生という一人の男として、遥を助け出す。あの娘にどうしてそこまで？遥、俺に新しい道を教えてくれたんだ。今ここにいるのはあいつのおかげだ。さあ、決着をつけよう。関ヶ原、そして俺たちの戦いに行くぞ、宮本武蔵。さあ、決着をつけるか。Yeah!
どうした？早く私を切れ。俺は佐々木小次郎を倒した宮本武蔵として、それで十分だ。 丸目さんだ。あの人から体で教えられた。なるほどな。だから俺の剣を見切れたのか。俺の負けだ。 宮本武蔵、お前の剣を体で受けて分かった。俺は。
まだ剣士としてやり残したことがあると。小次郎、俺は新影流こそ最強と信じて疑わなかった。だがお前の二刀はそれを超えた。ならば俺は改めて新影流を最強の剣術にする義務がある。俺は柳生宗則として新影流を後世に伝える。二つの剣が天を舞い、一つの大きな力を生み出す。二天一流か。さあ行け武蔵、早くあの遥という娘を。ああ。小次郎、大丈夫か小次郎。にゃー素晴らしい友情ではないか小次郎よ。はるか、おじさん何を今さら血迷っておるのだ小次郎。死のために剣を使わんお前などもう用なしだ。くそ、おとなしく私の影で満足しておればよいもの。剣の道ごときにこだわるからこのようなことになったのだ。食いろ、自分の人生を食いろ。天界、なんだお前は。まさか一人で私に立ち向かおうというのか。俺の友の生き方を愚弄する奴は許さん。バカな、何が友だ。斬り合うことで芽生える友情など見せかけに過ぎん。やめろ武蔵。無理だ、勝てるわけがない。今は逃げろ武蔵。今ここから逃げ出してしまったらお前と戦ったことが無意味になってしまう。だが今は俺は今日この島で宮本武蔵としての人生にケリをつけ、桐生一馬之助として生きると決めたんだ。それに俺は遥を置いて帰れない。今俺が逃げてしまったら遥が俺と過ごした日々、これまでの桐生一馬之助として生きた時間は全て嘘になってしまう。俺は遥に覚えていてほしいんだ。宮本武蔵という男の生き様を。剣しか信じられない男が最後まで自分を貫き、決して屈することはしなかったということを。俺はそれを全うしなければ桐生一馬之助として生きられない。何をしておる。逃げるのなら今のうちだ。難攻防展開、俺はお前を斬る。斬って遥かを取り戻す。何を。二天一流宮本武蔵、展開覚悟。
Ah! But
座戦が許して。残念だったな、武蔵。もう追ってこれんぞ。行くぞ、来い。くそ。
やってしまえ、白鬼。やってしまえ、白鬼。
参考にしてやるのくわ。ほりゃペーシャンコにしてやるのすわ。Let's go.
Ah!
ここで朽ち果てる前より武蔵ハッ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 。
い。いや。Yeah.
Thank you.